今日は2022年の3月1日、ね、3月1日ですね、1日ですね、はい、午後1時過ぎです。はい、よろしくお願いします。はい、まず3月4日今週の金曜日ですかね、はい、最高裁の、判決ですかね。そうです、判決です。はい、それを前にした気持ちですか？率直な心境というか、まあ、いつかはこの日が来るっていうのは分かってましたから、はい、もう棄却で終わるとは思ってたんですよね、うん、まあ、何も言われずに紙だけでピッてダメですよって言われるかなっていうことは弁護士もみんな言われてて、はい、でも一応法廷が開かれてそこでまあ言い渡しをされてる、はい、まあ、その間に、まあ、弁論とかこういうそういう機会があれば可能性はあるんですけれど、ええ、もう何もそういうことを聞かれずいきなり判決なんで、まあ、うん、予想は結構大変なことで、うん、でもまあそれでも少しでも、まあ、どうにかなってほしいっていう気持ちももちろんありますし、はい、もうそうなった時でもすぐにもう一回すぐ自分を取り戻してやるっていう、うん、まあ、そういう気持ちの準備もやっぱしてるので、うん、そこで落ち込んでずっと立ち上がれないっていうのは一番まずいんで、うんうん、気持ちで言うと複雑、うん、ファイティングポーズはもちろん取りますけど、はい、厳しいだろうなっていうのはまあ覚悟してますよね、うんうんうん、棄却じゃなかったっていうことは結構驚きだったんですか？弁護士とか周りの人からも、ええ、まあ、新聞の人とかも電話来るんで、はい、一応開かれるんですよね、ええ、それびっくりはしてましたね、普通企画でパパってなるんですけど、ええ、そういう場を開くということなんで、うん、その当日のスケジュールとしては大体どれぐらい時間かかりますよとかっていうのは、いや多分5分で終わると。5分で終わる、はい、裁判自体は 3,4 分で終わるっぽい、うんうん、最高裁の時も多分 2,3 分で終わったんで、あ、高裁、高裁の方か、うん、はいはい、2,3 分でパパッと終わって、はい、終わったんで最高裁も同じになる可能性は高いのかなと、うんうんうん、その日はそうですね、まあ、ちょっと 3,40 分前集合して、はい、もう3時から判決して、まあ、4時から弁護士事務所の移動して、はい、記者会見、まあ、テレビでは来るとは思うので、はい、そこで話して、はい、で6時には市役所に戻ってきて、うん、荷物をまとめるのかっていうそういうのをやって、はい、最後にはお別れの演説になるのか、はい、いい演説ができるのかって、まあ、一応6時にはもうどういう結果にせよ、はい、まあ、一言言わなきゃいけないんで、うん、それはどこで？市役所の入り口の目の前で。あ、2階のところ。いや、敷地の外。外ですね、うん、はい、まだ。それで白だったら敷地でもいいかもしれないですけど。はい、うん、って感じですね。はい、はい、わかりました。で、まあ、今回の、裁判というか、うん、居住実態が、まあ、問われた、まあ、そうです、それが争点になりましたね、争点になったということですけれども、はい、その、まあ、まず最初に戸田市の選挙管理委員会、次に、埼玉県の選挙管理委員会、ね、でその次に東京高裁で、はい、判断されたことについては、クレイジ君としてはどうしてこうなったっていうふうに思われます？もう結構1年以上前にはなるんですけどね、まあでも何でしょうね、これ言っていいのかわかんないんですけど、はい、最初の時より今の方が応援してくれる方とか、うんうんうん、こういうことをしてほしいんだよねっていうアドバイスはすごい多くはなってきたんですよ、うん、多分戸田の中では多分東京都知事出て、はい、でその後戸田で出て、はい、すごいやつ来たなみたいな、まあ クエスチョンマークが多くて、うん、何者だみたいな最初すごかったんですけど、うん、まあその間はちょこちょこ、その後もまあビビたる活動はちょこちょこは参加してきたので、はい、まあ、そういうの中でこういうこともやればっていうアドバイスも多くなって、うん、まあ、こういうことしてみたらとか、まあ、そういうことをしてきて、まあ、今が少しずつ自分を覚えてくる時があって、こういうことを役所に相談したいんだけど、うん、それを調べるんで、はい、あ、これは道路管理課なんだ、緑公園課なんだとか、うん、誰に言って窓口に言ってとか、うん、そういうのを自分じゃないところから知れたっていうのは大きかったんで、うんうん、ちょっとまあ話は全然飛んじゃいましたけど、当選した時よりは今の方が今一番楽しくなってきたなっていう時期だったので、うん、まあ、その居住自体
と別の話になっちゃいますけど、うんうん、だからあれがあったから今があるのもあるし、うん、それがなかったらもっと知られてなかったっていうのもあったと思うんですよ、うん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 、なので、まあ、複雑な1年だったって1年でしょうけどね、うん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 、まあうまく言えないですけど、まあ、ちょっと悲しいなっていうのはありますよね、うん、いつかこの日が判決来るなって思って、うん、最悪、はい、当選無効になると、はい、でもあと2日3日なんで、はい、うん、ちょうど、ね、そういう問題になったのは2月15日だったので、はいはい、異議申し立てされて受理されて、はいはい、もう約1年ですよね、はい、まあ本当は2年3年かかるんじゃないかっていう人もいたんですけど、最高裁になると、はいはい、あっという間だったんで早いよねってみんな言われるんですけどね、うん、だから僕もね、もう一回やり直しで、うん、まあ、リベンジするしかないので、うん、まああの、ね、その例えば居住実態とか、まあ、いろんな問題が他にもよく最近でも見るんですよね、うん、誰か当選無効になったとか居住、はい、まあだからもう本当にね、その曖昧な判断結構難しいところもあるので、はいはい、まあ、次はもう同じような失敗がないように不備とか、うん、すごいいい勉強になったというか、はい、おかしいですけど、うんうん、まあ、居住実態、まあ、最初異議申し出をされる時にはその割と領収書もしっかり取っていたし、はいはい、っていうことで、まあ、割と大丈夫だっていう自信を見せて、はい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 、言ってましたよねおっしゃってましたけれども、はい、でもそれがうまくこう証明されなかったっていうところでのこう反省点とかこうしておけばよかったなっていうところってありますか。まあ、他の居住自体で問題になった人の周りの人とかにも、はい、自分の指令がこうなってるんですけど、はい、ってことかな、結構 SNS 通じて連絡来たりするんですけど、はいはい、多分僕は特に一番調べられたのかな他の人に聞いてみたんですよね、はいはい、まあ、銀行口座とかその ETC カードとか、はい、コンビニまで聞き込み調査とかも入ってたんじゃないですか、はいはい、ファミレスとか、はい、そこまでは多分されてないと思うんですよね。あ、他の方いや、そうですね、はいはい、まあ、簡単な電気代とか、はい、まさか駐車場防犯カメラまで調べるというのはまあなかなかないんで、はい、まあね、そんぐらいありますよとは最初言ってました。そこまで調べるのかなっていうのはちょっと、ね、ちょっと疑問に思うとかありましたけど、うん、僕の友達の履歴書まで入手されてたんで、はい、いくら給料振り込めそこ関係ないんじゃないかなというところもちょっと実際思って、はい、でまあ僕も調査中に最初はなんで友達がどこで働いていくら、はい、履歴書まで裁判資料提出されてたんで、うん、関係ないんじゃないんですかってちょっと、はいはい、まあもう次はもう完璧にするしかないなっていう、うん、ね、さすが友達の履歴書まで何で持ってんのかなとちょっと裁判資料は全部こっちに、はい、その時知ったんで、こんなこともタイムカードの終わった時間と仕事始めた時間、はい、そこのコピーまであったんで、うん、これ関係あるのかなっていうのはちょっとありましたけど、うん、僕のだったら分かりますけど、はい、僕の友達のって必要ないかなと思ってて、はいはいはい、うん、だからもう本当に居住実態の、ね、そういう市議会議員になってこう不安な人っていると思うんで、うん、実家とは別に住んでるって人もいるでしょうし、はい、夫婦で別々の生活スタイルの人もいると思うんで、はい、本拠地は東京に家があって、うん、でも出張できてるとか、はい、まあ、そういう人のアドバイスはめちゃくちゃできるんじゃないかなと思います、ね、今度でもまあそのそこに住ん実際に住んでるかどうかってまあ非常に証明が難しいっていう、難しいと思いますよ。だから誰がどこにっていうのも、うん、僕も友達はどこに住んでる人もあそうなんだぐらいじゃなくて、はい、3ヶ月張り込みしてこう写真撮るとか動画だったらいいと思うんですけど、ええ、うん、なんかそうですね、まあ僕が思うのは居住実態っていうのは曖昧なルールなところもあるんじゃないのかなとはちょっと思いますね、うん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 、文章だけで3ヶ月以上となってますし、はいはいはい、で週に何日、うん、まあ、単身赴任の人もいるでしょうから、はい、何日間家に行けない、いけないとか、はい、何日ここで、うん、そういうの明確じゃないので、うんうん、そこはちょっと、うん、疑問に思うところはありますかね、うん、まあ、でも一番大事なのは投票する人たちの気持ちが一番だと思ってるので、はい、ね、その人は10年住んでるからいいっていうわけでもないですし、はい、うん、その声は今回すごいあるなっていうのは、うん、ただその人たちがもう一度僕を応援してくれるかっていうのはそこ大事かなと思ってるんで、
うん、いろいろ考えられて、辞めるにつれいろんな手紙とかプレゼントもすごい届くんですよ。はい、はい、ここはこれは今日のとか、ね、もう一日、ね、東京の家のこと、まあ、調べてきたりとか、はい、戸田の家と役所いろいろ届くんで、はい、これからを大事にしてくださいっていう気持ちが、うんうん、まあ、今日、ね、最後の締めに来てるんで、うん、1年でもらった手紙とか全部、はい、まあ、時間があるとき読んでて、はい、まあ、でもすごいなんか時間をかけてこう切ってまで貼って書いてくる、うん、まあ、そういう人の気持ちっていうのは、まあ、あることを忘れずやっていきたいなと思ってますね、うんうん、今あの交際の頃だったかな、あの立候補の条件として例えば市議会議員に居住制限を求めるっていうことについて、これはどうなんだっていうことも主張ってされたんでしたっけ。法廷ですかね。法廷で、いやもう何かしたことありますかっていうことパッと終わっちゃったんで、もうそこまで言えるタイミングがなかったですね、うんうんうん、ね、少年時代はこう裁判受けてましたけど、いろんなこうやり取りでこう気持ちはどうなんだって、はい、でパッと始めますけど、はい、先にパッパッパッともう電子レンジがどうのこうのっていうのも言われましたけど、うん、電子レンジは覚えてないとか、なんかそれもね、はい、裁判所電子レンジの話出るんだなと思って違うことも考えてましたね、はい、覚えてないと実際その選挙の前の3ヶ月間っていうのは、戸田市にクレイジー君自身としては 何割ぐらいいたっていう認識だったんですか。まあでもまあ僕も仕事で、はい、まあ、まあお金もらっていろんなこと言ったりしてる、はい、SNS 書いてる通りなんですけど、はいはい、今もどうなのかなって思うところはあるんですよ。例えば東京が多いとか、はいはいはい、子供もいるんで、はいはい、僕も当選した後また結構不安なんで役所に確認するじゃないですか、はい、これで今も大丈夫なんですかねって、はい、まあ、とか何割かってことで自分の気持ちと社会的な何割っていうのが分からないじゃないですか。だから僕も畑山さんが東京にいるっていうのが取材で、まあ市長が住んでないじゃんかって、はい、そうでこれ難しいので、はい、だからそこはまあ市議会議員である以上はそういうルールがあるので、まあ、はい、ね、あれですけど、うん、自分としてはいるつもりではあったので、うんうん、まあ、特にその時はやっぱ緊急事態とかずっと続いてて、はい、まあ、今でもそうですけどやっぱりこう戸田よりも隣の市の方が結構蕨市とか川口に近いので、はいはい、だからそこまでぐらいだったら居住自体もなんか認めるみたいな話もあったんですよ、近隣なので、うん、戸田ってどうしてもこうご飯系が弱いところもあるんで、はい、夜は、はいはいはい、なんか一番いいのもなんか、まあ、言葉には言えないんですけど、うん、住んでたとか住んでるとか今も周りが見た東京もよく行ってるから住んでないって言われたらそれまでかもしれないので、うん、まあ、はっきり一番思ったのは何日中 何日ここにいなさいっていうのが一番分かりやすいかなと思いますね、うん、で領収書はこれは必ず取っとくべきだよとか、はい、まあ、立候補の時にこういうのが強くなればいいような気がしますね、うんうん、今回の反省点としてあれを取っておけばよかったみたいなのってありますか。まあ一番言われたのは毎日新聞を取ってて新聞の日付で毎日家の前で言われたよって言われました言われましたで、その時のテレビを裏に映してこう、はい、その時間でそのテレビで調べれば何でもできるんで、はいはい、うん、まあそれが録画だったらどうするんだって話ですけど、ね、でもまあ僕も3ヶ月って言ってましたけど、うん、3ヶ月ではよりも1年ぐらいの方がいいんじゃないかなと思ったりもしますし、だったら、うん、でもやっぱこう最近思ったのは、はい、居住の なんで3ヶ月なのかなと思いましたけど、うん、やっぱこう当選していろんなこう議案調査とかその陳情が来たり請願にしたりとかいろいろあって、はい、どこどこ地区っていう話が出たらやっぱそこの地域は知っておく必要はあるんだなって、うん、まあ、こういうことだなっていうのは、うん、はい、すごく、うん、まあ、委員会でも、ね、うん、どこどこ地区の、うん、通学路が危ないとか、はい、その地区のことを知らないと無理ですから、はいはい、まあ、そういう意味では必要なんだなっていうのはよくわかりますし、うんうんうん、だからって3ヶ月いいのかなって思う時もありますけどね、はい、3ヶ月以上経って僕も戸田広いんで多少は、はい、隅々まで自分の活動範囲によって変わるので、はい、まあ、いろんな議員が26人いていろんな地区全員だいたい散らばってますから、うん、この人はこの地区が結構詳しいなって、はい、最近僕もそれは分かってきてるんですけど、うんうんうん、
だから市長とかそういう人になると別に居住自体はいらないとか、まあ、いろんなルールがあるんで、はいはい、で僕から言うとやっぱ市長、今のまあ市長は戸田の方なのでいいんですけど、はい、例えばその地域のことを全く知らないところ住んでてもいいのかなって逆にそれもちょっと疑問に思うとかありますね、うんうん、一番市長なので、うんうん、そこの市に住まなくてもいいっていうのはどうなのかな、うん、だからもう公職選挙法というのは結構ややこしいなっていう、うん、今までね僕がそういうふうに裁判かけられてたらこう人に殴っちゃったとかそういう分かりやすい例えば、はい、あれ曖昧じゃないじゃないですか、はいはい、ただ何日以上住んでって明確にされてないので、はい、うん、お金人にも現金渡して票を集めたからダメです、はい、それは、はい、簡単ですけど、はい、ちょっとね人によっては見方が違うので、うんうん、でも同じ失敗もしないようにっていうのはもう本当に経験して知りましたね、はい、余計に、うん、あのまあ、去年の1月31日に、まあ、初当選をしてその後、まあ戸田市議として、まああのまあ、2月15日にが申し立てをされて、うん、はい、その後、まあ戸田の市民の方から厳しい声っていうのは結構あったんじゃないですか。うーん、何回かはありましたね、うん、何回かでもしっかりしろよという、うん、呆れられたというよりはもう頼むよって言ってそれはありましたね、うん、ただめちゃくちゃ怒られた時はなくて、うん、これは誰がなっても一緒だと思ってるから君にあれしたんだから、うん、もう一回3年後、うん、なら3年後でもう一回ちょっとちゃんとやれよっていうのは言われましたし、うん、厳しい声というよりはもう僕もこの1年で最初当選した時は何一般会計とか、はい、特別会計って何、はい、そこまで考えて生活しちゃうわけじゃないの、はい、補正とか、はい、陳情請願とか言葉聞いたことないですし、はい、うん、委員会って何っていう、うん、会派って何、うん、なんかもう知らないことばっかだったんで、うん、一般質問って何って、うんうん、だから視察っていうのはなんとなく分かりますけど、はいはい、あ、こんなに言葉あるんだとか、うんでも先にこう勉強したつもりはあったんですけど、はい、やっぱり経験しないと分かんないなと思いましたね、うんうんうん、1年こう通して1年は自分の意見を言いたいけど、うん、どういうふうな言葉も知らないというのがあって、うん、今は1年間終わって2年目に入って、はい、あ、3月はあの予算を決める時と、うん、あと9月になったらあの決算とか、はい、予算とか決算あってで1年そのためには委員会でこう付託されるんだとか、うん、そういうルールを何も知らずに当選したんで、うん、やる気だけありましたけど、うん、1年やってなんとなくこう1年の通し方が分かって、はい、まあ、議案は今回議案が何十個あるとかと、はい、そうですね、で本会議場というのは大体セレモニーの場なんだなと、はい、いつも議場で決まると思ってたんですけど、うん、それまでこういろんな委員会で分かれて、はいはい、みんなそこで審議して議案調査して、うん、で執行分からないとき執行部の人にこれどういう使い道なんですかと聞いたり、うんうん、専決処分ってなんだとか、はい、もうよくこれで当選できたなっていうのはすごい思いました。他の人はやっぱこう、ね、誰かの県議会の人の秘書やってた、はい、今の市長のもともと秘書やってたっていう、はい、やっぱりバックボーンを積み重ねをしてきた人が多いので、うん、ね、他の立憲の方も僕も一人会派なんで、はい、結構お互い多分一人会派なんで分かんないことも多いと思うんですけど、はいはい、なんかあったらほらバックボーンの先輩聞けるっていう、うん、本当自分って本当僕ぐらいだと思うんですよ、無所属本当の一人っていうのは僕だけなんで、うんうんうん、でだからまあいろんな人に聞いたりはしてたんで、うん、人のことが聞くよりやっぱ経験した方が早いなと思いましたね、うん、1年振り返って、でも同化戦にはまだ火がついてますからやる気は、はいはい、うんうん、温かい声っていうのは結構多い、あ、めちゃくちゃ多いです、はい、うんうん、山のようにあります、山、はい、それは有権者だけじゃなくて子供たちから、ああ、子供たちも昨日一昨日ぐらいからドッジボールしに行ってたんですけど、はい、で子供たちはやっぱ知ってるんで、僕は住んで出すんでなかったで、はい、クビになったって、うん、まあ、なってないんですけど、だから戸田歩いてるのいるんだ珍しいとか言われるんですよじゃあそれは選挙に出る前の話なんで、はい、
ちゃんといるじゃんって、うん、っていう子供、子供やっぱそういうの知らないんで、うん、結構友達とかこうね、ちょっとドッジボールやりに来いよみたいな、うん、ね、なんか結構呼ばれますけど、その子たちのお父さんお母さんとかも、うん、うちのお父さんいいと思うって言ってたよとかは聞くんで、はい、保護者の方がね、うん、来て、だから子供たちの件があったから受かりましたからね、はい、本当に偽善者なんかあって子供子供って子供の味方みたいな偽善者分なって言われましたけど、うん、その子たちがまあ親に言ってっていうのは本当すっごいあったんで、はい、真似できないことだと思ってるんで、うんうん、だから温かい声っていうのは街歩けば分かりますよね、やっぱ自分結構やっぱ知られてるんでここでは、うんうんうん、一回だったら普通に挨拶できたからあの子に決めたとか、うん、挨拶しただけだなみたいな本当ありますよね、うんうん、だから今まではそういうことから始まって政治家として見られてるというよりはまだお試しですし、うんね、これどうなるんだってまだお試しな感じをされてるんで、はい、まあ、中身がね議員としてはどうなんだっていつも毎日思ってたんで、うん、一応4月から4月8日か8 4月 8から大学入学式なんで、はい、まあ、法学部の政治経済の入るんで、はい、うん、そこでもちゃんと勉強しながら休みの日に、はい、あとは実体験で足を動かして頑張っていこうと思ってますね、うんうんうん、やっぱり外から見てた印象と実際に市議会議員になった実感とは全然違いました、うん、あ、違いますよ知らない言葉が、はい、いやもう言葉が難しいですね、言葉が難しいか、なんか官1公1とか目1とか事業1とか、ここまず会議と流れが聞き慣れない言葉なんで、はい、うん、うん、そうですね、いつもよく頭なんかクエクエスチョンが多かったですね、はい、最初は、うん、まあ1年で、あ、でもなんとなく流れば、あ、こういうことなんだという、うん、まあ、1年間でやっぱこう聞きに徹する1年かなと思いましたね、うんうん、耳に入れて、はい、で2年からちょっとこうじゃないのかと思うような、まあ、人それぞれだと思うんですけど、うん、はい、うん、思いましたね。そのまあ当選をされてから、まあ、いろんな方からこれやったらいいんじゃないかとかこれをやってくれとかって言われたと思うんですけど、市議になって、これをやってきたっていうことって何があります？どのくらいかって言われるとちょっと、でも自分の中ではその議会の中で何を結果残したんだって言われると、うん、胸を、まあ、嘘つくのも嫌なんで、はい、この議員僕はこれを変えたんだっていうのはちょっと難しいと思うんですよ、はい、うんうん、でも一番多かったのはこういう保護者の人からここがどうのこうの、例えば、うん、ずっとこういうのはどうにかしてくれない道とか、はい、まあ、小さい声といえば小さい声になるかもしれないんですけど、はい、そういうのはすぐに動いたつもりではあったんですけど、うんうん、ね、落書きが例えば落書きがすごい、はい、子ども食堂っつっても僕も1年間こう手伝いして、はい、疑問に思うこともあったんですよね、本当に細かい人っているのかなっていう、うんうん、実際に見えなく見てないので、はい、ね、やっぱりみんなスマホとかで情報仕入れてきますから、うん、自転車乗ったりして、はい、本当に困ったことどこにいるのかなってそれ常に思ってきて、うん、今すぐ、ね、ご飯が食べれず死にかけてるっていう子供にはまだ会ったことがなくて、うん、貧困貧困っていう言葉は、はい、よくわかるんですけど、うん、でもそういう子供たちがいるんだったら多分みんなの前に来ないと思うんですよ、うん、でいつもこう1年間こうやってたんですけど、はい、本当にもっと困った人いるんじゃないかなっていうのはすごい思うようになって、うん、お父さんお母さんに車で送られてきて、お父さんとお母さん車乗って帰ると、はい、っていうのはちょっと思ったり、うん、まあ、それもある意味の第三の居場所みたいな、みんなでこう、はい、来るっていうのもありますし、うん、一番いいのは何でも思い立ったらすぐ言われたらすぐ行動するっていうのは1年間は、うん、やっぱ頼られた以上は、はい、結果がどうであれ動くとかあったので、うん、ね、一番それ聞かれるんですけど、うん、戸田氏のために何をお前戸田を変えたんだって言われることもあるんですけど、うん、胸を張って言えないところも結構あって、うんうん、ね、ちょそれは毎日ちょっとこのままじゃいけないというのは思ってて、うん、でも一人で何かしたいって言ってこうパッて変えるっていうのは難しいなと思いました、まあ、
これをやりたいんですって言いたくてもやっぱ一人会派だと会議もオブザー、オブザーバーで、うん、あのね、運営委員会とかに関われないとか、はい、補助席になっちゃうんで、はい、意見を言えないんで、うん、で一人でこれやりたい人も一人の腕一本のと10人上げるのまた違いますから、はい、うん、一匹狼なつもりもね、その気持ちは大事ですけど、やっぱり人数っていうのは何するにしても必要だなっていうのはすごい、うんうん、思いました、うん、その4月から大学に行かれる、はい、ということですけど、ここで、まあ、法学部に政治経済ですね、はい、これはどうして大学入ろうと思ったんですか。もともとずっと思ってたんですけど、はい、まあ、ある他の自治体の市長、僕仲良い方が一人いて、はいはい、でその秘書の人も仲良いんですけど、はい、まあ、クレイジー君ってこう、ね、積み重ねはないけど人にこうバーってできる能力は多少なり他の市議会議員よりあると思うから、うん、ちゃんと仲良いつけたらちゃんといいんじゃないの、はい、っていうことをもう1年ぐらい前からずっと言われてたんですよ、うんうん、でその時中卒なんで多少なりこう諦めて、お金のことで諦めて大学行けない人もいるんで、はい、やっぱり、はい、でも自分35なんで、うん、その時お金なくても今だったらちょっとでもやろうと思ったら、うん、僕の大学も14万ぐらいなんで年間14万8千ぐらいだったんですよ、はいはいはい、なんとか不可能な金額ではないので10万円台っていうのは、うんうんうん、だから諦めてる人たちも、まあ、そういう、ね、こういろんなもう SNS とかでメールで、はい、ちゃんと名前を送ってくれてメールで、はい、大学諦めてたんですけど今でも大丈夫と思いますかっていう人もいっぱい来るし、うん、じゃあ諦めないでくださいっていうのは簡単ですけど、僕も行こうと思ってたんで、うん、やっぱり人に諦めんなっていうんだったら自分をやんなきゃいけないなっていう、だからね、今日言葉がちょっと詰まってしまいますけど、やっぱ経験はこう自信ありますけど、内容はですね、今は本当に知識が本当ないので、うん、経験はいろんな、全然違ういろんな経験してきたので、はい、大学ぐらいなんとか行ってやるぞみたいな、うん、でちゃんと行きたくて行きたくと思ったので、はい、なんとなくだったら行かない方が僕はためになるので、うんうん、でもちゃんと1年やってみてやっぱちょっとダメだなって思うとかいっぱいあるんで、うん、まだ足りないっていう、まあ、足りなすぎると思います、うんうん、議会のことは議会で1年やれば2年やればって分かるもんなんで、はい、それ以外のことはやっぱ知識つけたいとはまあ思いましたね、うん、ただいつも特攻服を踊ってるだけだったんで、うん、それっていつまでなのっていう、うん、だから僕も封印したくて、そう、うんうん、であんまり変えすぎるとまた若い人からお前さって言われたんですよね、大学って、うん、クレジが中卒のがそれで代表ならないとって言われるんで、それも確かにそうだなって思うんですよね、うん、いきなり学校行くんかよと思ってあ、そういうふうにも言われたんですね、思った人もありましたね、うん、中卒のまんま、うん、どんどん上に上り詰めてほしいという、うん、まあ確かにその気持ちも分かりますし、うんうん、でもちゃんと、うん、6年ぐらいでは卒業したいなと思います、ね、4年っていうのは結構難しいと思うんで、はい、うん、その6年の間には もっとスピード出世をしたいと思ってますけどね、うんうんうん、生きながら、うん、通信制、通信ですね、はい、うん、じゃあ相当こう自分の中でしっかりやるっていう気持ちがそうですね、卒業できない頭の能力っていうよりも本当積み重ねだと思います、うんうん、特に通信の場合は、はい、なんとなく学校行ってつけ座っていけばいいわけじゃないんで、ね、うん、ちょっと選挙の話になりますけど、はい、その最初に、まあ、選挙にお出になられたのが東京都知事選挙 で、ね、はい、であの時は、まあ、都知事選は倍々声だっていうことを割とはっきり、うん、はっきり、はい、おっしゃってましたけど、はい、そこから、まあ、まあ、2回目の選挙が戸田市議選 で、はい、それでまあ当選をされたわけですけど、そこで、まあ、東京都知事選を終わったところで、その実際に選挙をやってみた後の心境の変化ってあったんですか。心境の変化でですね、うん、僕も選挙に行こうってことはずっと訴えてましたけど、はい、まあ、その後選挙って言ったら、まあ、この前で言えば衆議院の選挙があったり、はい、今年は参議院があったりとか、はい、そ
その前の衆議院も入れたいなと思う人はあんまりいなかったんですよね、うん、選挙に行こうとは言います、はい、けどやっぱり候補者とかも、ね、まあ僕は行きましたけどもちろん、うん、選挙の変化自分でもあ選挙行くのめんどくさいなと思う気持ちもあるんでやっぱり、うん、やっぱりね行かなきゃいけないっていう、うん、選挙の変化はまだ投票することが始まるよっていうのをまあそれは変わってないですけど、はい、やっぱりねその僕が行こうって戸田で言ったらその衆議院行ってた人結構いましたけどみんな初めての人が多かったので、うんうんうん、でも、まあ、簡単だったっていう人はやっぱ多いので、やっぱその声っていうのは一回投票するとあの人どうなったのあの人どうしてるのか、はい、調べるようになるんですよね、はい、無理やり行かされたんではなくて自分の足で行ったらやっぱその人のこと気になるんでやっぱどういうことしてるのって思うでしょうから、うんまあ、それもいいことだと思ってて、うんまあ、あとは日本の選挙って自分の手書きでフルネームなんで、はい、マークシートのとこもあると思うんですけど、はいはい、他の国でも、はい、だから結構何て言うんですかね一票と重いんだなっていうのは本当に今でも思ってないので、うん、選挙の変化で足を運んだ人がいるっていうことを、まあ、僕は選挙出てた立場なので、はい、その人たちの気持ちをやっぱり一番に考えるっていう、うん、そういう気持ちが選挙に出て書かれましたけどね、うん、都知事選のね意味分からず3日目ぐらいから気持ちが変わったんで、うん、真面目にやる真面目にはチヤホヤされると思ったんですよ最初は、うん、はいまあそれで最初に売名だって言ってました、うん、はい、うん、でもやっぱ応援してくれる人が増えたからでも、うん、どういうきっかけにせよ足を運んでくれたっていう人が、まあ、1万2000人ぐらいでしたけど、はい、代々木体育館、武道館が確か1万5000人ぐらいなんですよ、うん、だからあんな武道館埋まるぐらい人が集まったんだと思うと、はい、本気ちゃんとやらないとっていう、それが、うんうん、きっかけなんで、うん、だから僕はその議員として政治家なりたいと言ってましたけど、その時は、はい、何も経験ないなっていう、うん、知らなかったからこそ応援してくれた人もいると思うんですよ、ね、うん、頭が真っ白すぎる、うん、だからこそいいんじゃないかっていう人見たんで、うん、はい、うん、だから東大出た早稲田出たっていう人もいっぱいこう、はい、掲示板いるじゃないですか、はい、学歴書、はい、でもそれを見ただけでみんな心動くわけじゃないんだなっていうのは本当に思いましたね、うんうんうん、選挙実際、まあ、2回ご自身が出られた選挙は2回ですけどやってみてそう難しさとか楽しさとか、うん、ありました。おかしい、まあ、失礼になるかもしれないですけど楽しさはありますよね、うんうん、やっぱ応援の声があるから楽しく思えるだけで、うん、誰も無視されてれば、うん、多分東京都知事だけで終わってた可能性ありますけど、うん、あの時はもういわゆる、まあ、泡沫って言われて、うん、でまあ泡沫って、まあね、可能性が一みんなに一応平等にあるわけなので、はい、あの声援が全くなければ多分出てないと思うんですよ。2回目は出てない。出てないと思います。あの時も無視されて、はい、僕はもう TikTok ですごい出回ったんで、はい、何億再生と、うん、ああいうのがなくていつもこう演説しても誰も素通りされてる、はい、17日間だったら多分出てないと思うんですよ、うん、やっぱ応援されてやっぱ人の声っていうのは大事ですね、うん、僕結構言われてた方だと思うんで、はい、それは今もこの1年間も投げ出したいなという時はありましたけど、うん、もういやっていう気持ちも一緒になりかけたことあるんで、うん、でもやっぱ こんな僕多分日本で一番多分市議会議員多分一番手紙とか届くと思うんですよ。はい、そうですね。もうバレンタインでももうすごいんで、はい、まあ、バレンタインも結構、まあ、まあすごいですけど、はい、多分役所の人も分かってるの僕相当届くんで、うん、やっぱそういうね SNS のメール一通っていうのはまだ簡単じゃないですか、はい、携帯電話ポチポチ、はい、やっぱわざわざ便箋買って切って貼ってポストで足を運ぶっていうのはやっぱ全国にやっぱ いっぱいいるんで、はい、もらってるのは、はい、やっぱそれってすごい僕は、うん、軽いことと思ってるの大事な手紙なんで、はい、もう全部取ってますけど、うん、多分絶対これで終わりじゃないなっていうのは常に思ってますね、うん、ただ知識がやっぱ足りなすぎるっていうのはもう自覚してるんで、うんうんうん、そこの気持ちをね当選した時はまだ持続してますから、はい、こうなる日もあるじゃないですか嫌なこと、はいはい、でもずっと俺はこうなるんだこうなるんだってもう毎日同じことを言ってますけどね、うんうん、心の中で言ってて、うん、
で気づけばあと3日後が裁判だと。どうしようかなとか、ちょっと今日片付けましたけど、ちょっとだけ何かあったなと、はい、でもとりあえず諦めないことは、うん、リベンジできるような顔って言ってるんで、うん、急に寂しくなりましたね、このあと3日だと、100時間もないんで、あと、うん、あの途中でもうやめちゃおうかなって思ったのってどんな時だったんですか。いや本気でやめてるのはないですけどね、うん、SNS の書き込みとかはちょっと慣れてますけど、やっぱこう毎日バレすぎると、うん、お金のためにこいつ金に走ったとか言われると一番嫌だったんで、うん、本当一番の気持ちは残り3年ぐらいありますけど、人気本当は、はいはいはい、3年間ただ働きでもいいからやらせてほしかったっていうのはありますよね、うん、本当はこれだけは本当で、だったら別の自分の名前とかを使ってちゃんと、はい、ちゃんとしたお仕事で副業でやって、うん、なんとか生活すればいいだけなんで、うんうん、1円もいらないから3年間やらせてほしかったなっていうのはありますよね、うん、本当にこれは本当で、あと歌の依頼とかも、うん、もうギャラもらったりもしてたんで、はい、それで生計立てればいいだけなんで、はい、うん、それが一番の気持ちですね、うん、とあと一人のこの手紙意義申したり、はい、一通よりも1000人近い、1000人までいったら1000人手前の足を運んだ人たちの気持ちよりも、その一通の手紙の方が重いんだっていうのはちょっと、うん、疑問に思うところありますよね、うん、僕がどうであれ、あ、いつの手紙というか、異議申し立てのその、うん、まあ、人数ではないんですけど、うん、やっぱりこう足運んだの人たちのっていうのは怒ってる人もいるんで、やっぱ俺たちは何なんだって、うん、ゼロ票に発表されるらしいんで、うん、裁判の後に、まあ、はい、向こうでゼロ票扱いになって、うん、はいはい、あの議員になってからの報酬には手をつけてないんですか。はい、それはどうされるんですか。それはあの返したりはできないじゃないですか、まあ、聞くできないんですけど、はい、できないですね、はい、それはもう次のステップアップの時に、うん、あの取っておきます、うん、あとは違うこと今ずっと収入はあったので、はい、なんとかあって、それ歌とか、歌とかあと配信用とか、うん、あの今はね、はい、TikTok ライブっていうのが、はい、結構収入はあったんですか。 TikTok ライブTikTok ライブの、ね、日本で5位とかなってます。はいはい。まあそっちより今の議員の給料より月5倍ぐらいありますから。あ、そうなんですね。あ、そうですか。じゃあ別に議員報酬本当になくてボランティアでやってもいいっていう。でもそのぐらいの気持ちも、うま、伝え方あれですけど、まあ今後はまた僕も選挙に、はい、当選無効になってしまう、すぐあの挑戦はするんで、うん、そっちの方なり、うん、ちなみには別に本当に気持ちで言うと本当にね、ただ働きでいいからお願いしたいというのは本当にありますよね、うん、その代わり仕事中以外で空いた時間で TikTok ライブだとそれで生きて頑張って生きてしがみつくんで、はい、そうですね、うん、だから本当にそれでお金目的じゃないってことを伝えたかったんですけど、うん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 、やっぱ選挙もやっぱお金かかりますから、はい、でも他の議員の人もやっぱり市議会議員だけでっていう人の方が少ないと思うんです、うん、やっぱり会社役員やった、はい、あの、ね、それがちょっとね、あいつはなんか悪いことしてるとかなんかすごい書かれたりするんですけど、うん、匿名なんで、うん、役所のお金手つけてるとか言う、ちょっと待ってくれよ。そんなできること簡単じゃないですからね。マジで思いました。そうか、そんなことも言われるんですね、うん、まあそれはまあ SNS の匿名なんで、うん、あの実際、まあ政治の世界に入ってみて他の政治家の方と話してみる機会っていうのもあったと思うんですけど、はいはい、こう政治家という職業をしている方々と、うん、その今まで、政治の世界にいなかったスーパークレイジー君との意識の違いみたいなのって感じたことってありましたか。他の議員と僕の意識の違いですか。でも本当に僕もともと銀座の夜のホステスがいるお店でずっとやってたんで、やっぱり政治家っていう人見る機会すごい多かったんです、はいはい、ああです大臣だとか、はいはい、昔はやっぱその時の場面とまたね
自分が気になってからその見るってまた違うじゃないですか、気持ちが。その時まさか僕もそういう系に行くとは思ってなかったんで、はいはい、でもやっぱりどうしても本気でやりたいという人ももちろんいますし、やっぱ2代目3代目とか誰かの秘書でこう地盤を譲ってもらったとか、はいはい、いろんな人いるんで、他の人の気持ちは分かりませんけど、うん、結構大変なんだなっていうのは、うん、で夜来た時はストレス発散で飲み来てる人も多かったですから、はいはい、それの楽勝だよ選挙なんかとか言ってる人もいたんですよね、やっぱ、うん、地盤があって、うん、でも実際やってみたら、まあ、難しいなって思いましたしなんでこの僕の店に来る一番仲いい、まあ、あるところの議長なんで、はいはい、いつも僕は飲んでる好きなんで、はい、僕のお客さんなんで、はい、指名されてたから、はい、なんでいつも暇そうだなと思ってたんですよ飲み込れんだなって、はいはい、何が議長だよと思ってて、ここで、はい、ドライブとかも、はい、葬儀もしてたし、はい、実際この、ね、こういうとこ入って議長するあ大変なことなんだなと思ってうん、うん、でまあすぐ電話して議長で大変なんですねっていう、うん、お店に来てるときはオフの時オフオフじゃないですかそうです、ね、あの戸田の人じゃないですか、まあ、全然違った議長で、うん、はいはい、そんなすごい人なんだと思って、うん、改めて見直したんだ、そうそうそう、だからいつも楽そうだなと思ってたんですよね、はい、まあ、それは飲んでる席ですか、はい、乾杯とか言って、はい、何もしていいやんと思ってたんですけど、はい、やっぱりなってみたらこう、ね、議会と、うん、市長執行部との役割、はい、全部こう、ね、招集かけない議長とかなんで、はい、あの人意見ちゃんとしてんだと思ったりしましたし、ね、オフの時しかやってないから、うん、なんで議長って思ってました、うん、あやったら大変ですよ、だからすぐ、うん、一般質問って何なんですかとか言って、うん、ね、あったらこう議会運営会、議会運営委員会とか、はい、常任会特別委員会とか、はい、本当に大変なんだなと思って今オフの時の人はいっぱい知ってますけど、はい、オンになるとね、はい、ああ大変なんだなと思って、うん、で今はもう興味があるんで、やっぱ根っからには興味も、うん、興味津々なんで、うん、やっぱりいやいや勉強させられた時よりも自分からやりたいと思って勉強すると頭に入り方は全然違うので、はい、僕は大学で何になるんだってもうずっと思ってた側の人間なんで、はいはい、うん、やっぱ自分でもやっぱ今は今一番楽しい時にこういう、ね、灯火が消えかけてるんで今、うん、もう消えたらもうその日の夜にはもう一回火をつけてすぐ再開するっていう準備はできてますから、うん、皆さん最近動揺してて、ちょっと喋りが今日ちょっとあれなんですけど、あの政治を目指したっていうことは、はい、間違っていないっていう後悔ないです、はい、ないです、はい、これだけはないです、うんうんうん、で、ワゴン車でこう全国あー、はい、アンギャというか行ってます、行ってます、行ってますよ、去年の年去年の12月いつだったかな、12月ぐらいから言ってますね、うん、言ってます。これどうして始めたんですか。まあ、僕、学校のお金とかちょっとユニフォーム結構集まったんですけど、あ戸田の、まあ、例えばユニフォーム代やってたじゃないですか、はいはい、あれで戸田の方はもちろん多かったんですけど、はい、全国いろんなとこからやっぱ届いてたんで、あそういう声というか、これで寄付とかですね。あなるほど、はいはいはい、でもともとやっぱ全国いろんなとこ手紙を届いてもらえるんで、はい、まあ、北海道行っても沖縄行ってもやっぱどこでもやっぱ知ってる人結構多いんですよ、はいはい、やっぱり、はい、市議会議員にしてはって話ですけど、はい、今度は全国からもこうお金集まって戸田でこう学校のユニフォーム代になりましたけど、はい、そういう時って無駄なことではなかったので、うん、戸田限定だと厳しいと思うんですよね、うんうんうん、全国からの力も必要なんで、まあはい、まあよく本当言うとまあ参議院のことをまあもともと参議院出るって言ってたじゃないですか、はい、昔は、はい、でもそれ戸田は出るなっていうみんなに言われてたんで、うん、受かりっこないよって言われてたんで、うんうんうん、そうですね、基本受かりっこないと、うん、だから本当は今年の参議院のことを思って全国回るつもりだったんで、うん、今は合間にちょこちょこ言ってましたけど、うん、まあ僕は3月4日からちょっと判決がダメだった場合はもう、うん、日本一周行ってきますけど、うんうん、
今各地で講演会ができてるんですか？できてます、できてます。北海道とあともう20件ぐらいないぐらいですかね。今もちゃんと身分と会社ちゃんとしてる人をちょっと代表に一人一人置いて、はい、やっぱ選挙近づくなると、はい、講演会メンバーが何かしたというのは大事になってしまうので、はいはい、例えば誰かおごってやるよとかやっていう勝手な若い子、はい、行動してまずいじゃないですか、はいはい、なのでまあ、チームスーパークレイジーチームアユみたいな感じでやってます、はい、で一人だけはちゃんとまともな人を置いて一人だけはって一人しかいないのその各都道府県に各地びっくりしたびっくりした例えばですけどやっぱルールを知ってる人一人、はいはい、あとはその周りはもう若者のスーパークレイジーかな、はい、まあまあどこでも今はですけど、ね、そういう人が当選させるためにはお金とか勝手に配っちゃったらやばいじゃないですか。例えばですけど選挙知らない子もいるんで、はいはい、まあ、一生懸命さがね、そうそうそう、勢い余ってっていうことが、そういうことも怖いので、うん、各都道府県に一人会いに行って、はい、手続きをしている途中ですね。今いくつぐらいでき、20ぐらいできて、北海道あと手続きするだけなんですけど、はい、まあ、自分がどこで選挙出るかっていうその団体とか、はい、今調整中なんですけど、はい、あの逆にそれが怖いよって心配の声もあるんですよね。作りすぎて若者がこう選挙スタッフやって飯を持ってやるからとか言って、うん、そういうのは知らずにいいことと思って、はいはい、とんでもないことになるので、うん、1人はちゃんと47人、うん、でその下にこう予備軍みたいなこう、うん、選挙行くよみたいなそういうメンバー作ってるんで、うん、あ、じゃあ47都道府県あと青森と青森、島根、富山それぐらいないぐらいですかね。あ、じゃあもう40いくつあともう全部調整で会う約束みんなしてるので、はいはい、まあ、一番強いのはやっぱ大阪ですかね。もともと大阪、大分、うん、宮崎、福岡強いかなっていう、うんうん、もう、実際にできてるのが北海道、北海道旭川です。旭川、まあ、車も僕旭川ナンバーなんですけど、もともとある団体の人たちなので、はいはい、個人的には自分の方やってくれてる、はい、でもその人はもう選挙にこう裏方でずっとやってきた人なんでやっぱりルール知ってるので、なるほど、僕の人若い人は、ね、衆議院と参議院の意味も分かってない人ばっかなんで比例ってなんだみたいな、はい、なんかでもなんかスーパークレイジー君を送り出すぞみたいな気持ちはすぐあるんで、うんうんうん、実際も、うん、Zoom ではなくてちゃんと目と目を合って喋、はい、って応援してくれるっていうのは大事かなと思ってるんで、うんうん、全国回っても演説はしてないんですよ、まあ、本当は告知してこうマイク持ってその、はい、多分集まると思うんですよね、はいはい、多少なりはやっぱり、うんうん、でもやっぱこういう状況なんで、はい、一人で立っててそこから喋ったりしてを増やしてますね、うんうん、あ、そこ街頭へ集会みたいな形ではやってないんですよ。でもまん延防止とかそういうの終わったらちゃんとしたいですけど、はいはい、コロナの状況みたいな、はいはい、あれで全国まで歌って落とすのは全国 やばいじゃないですかあいつ何したいんだってなるんだけど、はい、それはもう言われるんでやっぱ踊ってくれ、はい、なそれでも、うん、それはもうやめてますけど、うんうん、でもね、あいつって何がしたいやつなんだっていうのは多分それはみんな疑問に思う人多いと思うんで、はい、うん、やっぱり弱者の味方っていうのは多分昔から自分は、はい、昔のね東映の映画の人たちも弱気を助けとか言ってたから、はいはい、それに似てるっておかしいですけど、うんうん、困ってる人がいたらやっぱり手助けしたいって気持ちはあるんで、うん、やっぱ人のこういう声があったら全部こう足を向かせる、うん、人間にはずっといたいですね、はい、うんうんうん、あの政治家としてこうやりたいこと、まあ、今の弱い人のために動きたいっていうことですか、やりたいことっていうのは。だから本当にこれ答えって簡単に出るようなもんじゃないと思うんですよ、はい、やってみて、はい、政治家とは何だっすか、パパこれですって言えないと思うんですけど、うん、まあ、市議会議員のやっぱ条例、はい、正確に言うと議決が大事じゃないですか、はいはい、賛成反対、はい、予算決めたり、うん、それはそれの時であって、それ以外って本当にこれ謎のテーマだと思うんですけど、うん、市議会議員って何だって調べたときに、はい、条例を決めて賛成か反対するそれが議員、うん、はい、それだけではないじゃないですか、うん、本当にこれはもう死ぬまで毎日挑戦やっていくってことが大事なので、
でも一番やりたいのは子供系と学校の無償化とかですね、うん、あの憲法、まあ、憲法でいろんな最近ちょっと興味が出てきて、憲法9条だったかな、はい、憲法が何条あるかっていうのは知らなかったんですけど、はい、義務教育の無償化って書いてると思うんですけど、うん、本当に義務教育ってまあ中学卒業までだと思うんですけど、はい、別にこれ19歳21歳でも本当に理由があって学校行けなかった人っているじゃないですか、うん、大人になった時本当に事情があった人だけはちょっと義務教育の無償化って外れてしまうので、うん、なんかそういうのはどうなのかなっていう、また、ね、今後の政治生命がなんかこれあんま言うと、はい、憲法どうのこうのなるからあれなんですけど、うん、でも無償化っていうのを外してもいいんじゃないかなと思ったりする時はあるんですよね、うん、最近ちょっと無償化を外すっていうのは、義務教育っていうのを外すっていうか、義務教育の無償化とかなんか書いてるじゃないですか、うん、確か、うん、でも16歳17歳でもその無償化できるような事情があれば、うん、そういうのが改正必要なんじゃないかなって思ったりもしましたっていう、うん、最近今日っていうのはそれ高等教育とかも 無償でできるように、うん、そういうのがいいんじゃないかなと思ったりもします。義務教育までっていう縛りをつけないで、もっと学びたい、うん、あれ義務教育って書いてますよね、確かに、うん、義務教育の無償ではなくて義務教育って限定しなくてもいいんじゃないかなっていう。例えば、うん、僕身元非経験にもやってますけど、はい、少年と刑務所の、はい、もうすぐ出てくるんですけど、やっぱ高校行きたいっていう、ちゃんと勉強したいっていう人もいるはずなので、はいはい、まあ、義務教育は過ぎてるわけなんで、はい、本当に理由があったんだったらちょっとだけこう、そんぐらいあった方がいいのかなって、うん、やっぱどうしても教育ってその人たちの投資っていう言い方おかしいですけど、はい、うん、子供だけではないと思うんですよね、うんうん、大人になってから過ちを犯した人もいるし、はい、許される過ちと許されない過ちはあると思うんですけど、はい、ね、通り魔殺人した人はちょっとあれですけどね、はい、うん、ちょっとした失敗っていうのはあると思うんで、はい、その人たちをこうね、何でもこう排除はいけないんじゃないかなっていうのは、うん、そこで学校行きたいという人も手紙も来るんで、はいはい、ね、二度と人をなんか、ね、殺めたりしませんって手紙来たことあって、はい、怖いですけど、まあその理由は知りませんけど、うん、なんかやり直したいと、うん、ちょっとそれはちょっとって思いますけど、もちろんいろんな過ちがあると思うんですけど、うん、なんでしょうね、ちょっとうまく言えないですけど、そういろんなこう憲法のことも最近ちょっと興味があって、うんうん、憲法のことは間違えたこと言うとちょっと自分も後々怖くもなるんでだけどそういうのを義務教育か限定じゃない方がいいんじゃないかなって思う気持ちもちょっと、ね、うん、この動画誰が見てるか分かんないから、はい、よく憲法のことをよく耳にしますけど、今まで憲法を考えてきたことがなかったので、うんうん、多分そういう人多いと思うんですよ、うん、若い人も、うん、ありますかね、あとは。あと、まあ、最高裁の判決で何を期待するかっていう。それはもう続行ですよね。続行、もうそれだけしかないですよね、うんうんうん、もう本当に何でもしますからっていう気持ちはありますよ本当にそれはあります、はいはい、あります、あります本当に、うん、じゃあ最後にしましょうか。最後に、戸田の市民の方、それからまあ全国でスーパークリップを応援してくれている方に、これだけは伝えておきたいっていうことが、もう、そうですね、今まで、ね、この裁判がもう起きてしまったことなんで、もうどう願おうが裁判開かれるわけなんで、はい、もうどんなことがあってもこれからを、ね、やり直し、もうすぐスタートする準備ができてるんで、うん、これからも応援してほしいっていうのはありますし、あと投票してくれた方と、あと他の地域の方でも投票したいっていう人はいると思うんですよ、はい、その人の気持ち、そういう応援の声だけを聞いて頑張っていこうと思います、うん、僕も、ね、心は中学生と変わらないので、小学生と変わらないから言われたらムキになる自分もいるんですよ、うん、ね、その外野の声はあって、まあ、はい、指摘とかご指導ご鞭撻だったらいいと思うんですけど、うん、やっぱり誹謗中傷というのはあるんですよね、はい、バカとか死ねとか、はい、例えばそういうのってやっぱ目に入っちゃうんですよ、うん、一個でも、はい、クソと思うんですけど、はい、そういう声を
ちゃんと応援してる声をやっぱ、うん、を優先にずっとやっていこうと思うんで、よろしくお願いしますって気持ちあります、うんうんうん、それは本当に、うん、ちょっとしたくなーってなっちゃうんで、そこまでちょっと今度やろうってなりますけど、でも応援してくれてる方と、あとはこれからも見てほしいなっていうのありますね、うん、どんなことがあっても3年後は、うん、戸田では戸田市議会選挙あるじゃないですか、はい、必ず2人以上は絶対当選させるっていうのはもう決めてるんです。もう本当は3人ですけどね、はい、後援会のメンバーも当選した時はね、誰一人連絡先知らない人ばっかりでしたけど、はい、今も電話帳なんか戸田の人すごいいますから、はい、やっぱ顔も名前も連絡先もあるかあるっていうことは、うん、まあ、向こうも相談できますし、僕もこういうことしたいと思うんですけど言えるんで、うん、もう連絡もすごい持ってるんですよ、はい、高校生も150人ぐらい LINE してますから、ね、高校3年生もう18歳になってますから、はい、うん、だからまあ僕は3年後もう一回戸田市議会出てくれという声ももちろんありますけど、うん、その時ありがとうって出ますし、うん、余裕で当選できる自信はあるんですよね、うんうん、もう心配もなく、うん、居住自体も心配なく、だから来場者の皆様へ戸田市からのお願いです。本市においても新型コロナウイルスの感染者の今よりも大事なのは1年後2年後3年後、うん、今応援してくれる人が一族からのもっと増えることなんで、要求の外出自粛、3つの密を避けた行動など、毎日も夢を語ってましたから、この1年感染防止対策の徹底を、この部屋から出るのも嫌だなって思ったりと思いますね。まあ判決が出るまでは次にどうするっていうことって、まああんまり言わない方がいいのかな。このカメラを切ったって言わすけど違うか。いやでも本当に、でも当選無効になってしまうを前提として言ったら、その日からも公人扱いじゃないんですよね、はい、その日からが大事だと思うんですよ、うん、あいつも遊びほうけるやんみたいな、うん、今までは、ね、夜9時以降と僕ほぼ、うん、もう家の中に行ってずっと配信をしてたんで、はい、遊びたい気持ちはあるんですよ、はい、他の議員よりは多分遊び好きなんで、はいはい、で一応自分なりに我慢して夜9時以降から毎日配信をしてたん で、うん、で気づいたらすごいお金になっちゃったわけです本当にまあそれは雑談なんですけど、はい、でも当選無効になったらすごい飲みの誘いがあってるんですよ、もう議員じゃないけど夜遊び放題じゃん、はい、その気持ちはのこう遊びたいってなるんですけどね、はい、でもその後も子ども食堂も例えばまた議員として復活するまでは絶対間が空くので、はい、その瞬間から遊びほうけて子ども食堂ももうやらねえとか、うん、なんかの活動もやらないみたいになったらそこで判断されるんで、うん、心の中では永遠に議員バッジをつけて続けます、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。カメラ止めます、はい、ありがとうございます